ストロング・ヴィンセントは、アメリカ合衆国の弁護士、軍人、ペンシルベニア州、ウォーターフォードで、b b ヴィンセントとサラン・ストロング・ヴィンセントの、息子として生まれた。トリニティ・カレッジ、後に、ハーバード大学に入学し、1859年に、卒業、エリーで弁護士事務所を開業した。南北戦争が勃発すると、ペンシルベニア州民兵副官及び、 エリー連隊中尉として従軍した。1861年9月14日、第83ペンシルベニア不評中佐。さらに翌年の6月には大座に昇進した。7日間の戦いで連隊司令官が戦死すると連隊の指揮を引き継いだ。しかし、バージニア半島でマラリアにかかり、1862年12月のフレデリックスバーグの戦いまで医療休暇を取った。 1863年5月20日、チャンセラーズビルの戦いで戦死した司令官の代わりに第3旅団、第1師団、第5軍団、ポトマック軍の指揮を担当するようになった。ゲティスバーグ国立軍事公園の第83ペンシルベニア不評被にある銅像。ゲティスバーグの戦いでは、1863年7月2日に彼の旅団は到着した。 ゲティスバーグ方面作戦従軍時には、軍隊に入隊した日に結婚した若妻、エリザベス・エイチ・カーターが第一子を妊娠したことを知っていた。妻にイフ、アイホール、リメンバー・ユーブ・ギブ・ニュア・ハズ・バンド・ツー・ザ・モースト・ライチャス、コーズ・ザ・ト・エバー・ウィドド・エイ・ウーマンと書き送っている。第三軍団のダニエル・シックルズ少将は、命令を無視し、部隊を動かし、重要な地形に無防備なままに置いた。 同軍のガバヌーア・ウォーレン順将は、丘の戦術的な重要性を認識し、緊急にアメリカ連合国陸軍に対し、その丘の占領を求めた。ヴィンセントの旅団も元に、ウォーレン軍の士官がやってきて、ヴィンセントは、絶好の位置にあると気づき、I will take the responsibility to take my brigade, ゼア、PVT, オリバー・ウィルコックス・ノートン、ヴィンセント、 エース・ブリゲード・スタンダード・ベラーブ・グラー。データー・ロート・ザット・ヒー・ンヴィンセント・メイド。エイディコネッサンス・オブ・ザ・カンフェドレット。フォーセス・アズ・ザ・ブリゲード・アズ・ムービング・イン・トゥ・ポジション。ホワイル・アワー・ライン・アズ・フォーミング・オン・ザ・ヒル・アット。ゲティズ・バーグ・アイ・ケーム・アウト・ウィズ・ヒム・イン・フル。ビュー・オブ・ザ・レベル・ラインズ。ゼイ・オー・プンド・ツ・バッテリーズ。オンアス・イン・スタントリー。ファイアリング・ア・ット・ザカラーズ、コロネル、ヴ・ルックド。 2 c 4 w a z d r a w i n g イ h e f i r e ア e l d a t m e d o w n ウ i t h t h e f l u g n a u g h t o n d a m n i t g o ッ e h i n d t と言ってリトルラウンドトップ防衛を決定した。第3旅団のペナント最欲から右翼へ向かった。そこでは、第16ミシュガン不評が敵に押され始めていた。巨眼を投げ、妻からもらった鞭を振り回し、部下にドンとギブアンインジと叫んだ。次の瞬間。 弾丸が太ももの付け根を貫通し落馬した。この働きで南軍の猛攻撃に対して北軍が反抗し戦争の勝敗を決定づけた。怪我がひどく家に運べず近くの農場の丘に運ばれ5日間横たわり死亡した。7月2日、ポトマック軍指揮官ジョージ・ミードはビンセントを順調に昇進させるよう進めていた。 1863年7月3日付で昇進が認められていたが、彼が死ぬ前にこのことを知っていたかどうかは疑わしい。オリバー・ウィルコックス・ノートーンは、ヒズ・コミッションやアーズ・ブリガディア、ゼネラル・ワズ・リード・ツー・ヒム・オン・ヒズでベドと書いている。2ヶ月後、妻は女の子を産んだが、一歳に達する前に死亡し、ヴィンセントの傍らに葬られた。ジョージ・サイクス少将はこう公式報告している。 Night closed the fight, the key of the battle, field was in our possession intact, Vincent, Stephen Weed, and Charles E., Hasslett, Chiefs Lamented through out the corpse and army, shield with their lives the spot in trusted, to their keeping, and on which so much depend on, General Weed and Colonel Vincent, Aphisars of Lear Promise, ゲーブ・ゼア・ライブズ・ツー・ゼア・カントリー、ジョージ・サイクス、レポート・オン・ザ・バトル・オブ・ゲティズ・バーグ・エリーのエリー墓地に埋葬された。リトル・ラウンド・トップの第83ペンシルベニア記念碑、エリーのブラスコ図書館の彫像、ストロング・ヴィンセント高等学校などが彼を記念して作られた。ゲティズ・バーグの古戦場、サイクス通り南東のリトル・ラウンド・トップは、ヴィンセント・エス・シュプールとして知られている。 1993年の映画ゲティスバーグでは、マックスウェル・コールフィールドが演じた。ありがとうございます。